Eren. ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は、多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか、女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。故に。ここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いてゆくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォール・マリアを放棄、その活動領域をウォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉に
ある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。